気になる体脂肪に NG！ 日清 MCT オイル1日小さじ半分の食事にかける体脂肪対策だから毎日かけちゃおう。日清オイリオの MCT オイル。今回の CM はドラえもんとランニングするシーンから始まるんですけど、本当に走るんじゃなくてこうランニングマシンでその場でずっと走ってなきゃいけなかったんですけど、ちょうどお昼ご飯の後からの撮影だったので、これカロリー消費できると思って、全然撮影ないところでもちょっとスピード速くしてもらってちょっと走ってみたりしながら、そうスタッフさんに遊んでもらってました。楽しかったです。なんか結構速いスピードで、そうなんかこう最高が60っていう数字まで上げられるよって言って、どんなか試してみるって言われて、そうお願いしますって言って一番速いスピードでやってみたり、はい、遊んでました。なんかとても余裕そうになりましたジム行ってる成果です。ありがとうございます。本当に手軽で何にでもかけられるっていうのがMCT オイルのいいところなんですけど、なんかこう毎日自分が摂取しているものにかけるのが一番続きやすいと思ってて、で私はヨーグルトとかをこうよく食べるので、ヨーグルト買ったらもう絶対入れるっていうのを習慣づけて食べるようにしてます。あーなんだろう、でもやっぱ撮影が始まったりするとこうロケ弁とかで不規則になっちゃうので、なるべくその中でもお野菜から食べるとか、こう食べる順番は意識するようにしてます。一回サラダ挟もうみたいなのは気をつけてます。スポーツではないんですけど、さっきもちらっと言ったジムには合間があると行けるようにしてます。でも週に1回行けて週に1回とかなんですけど、ちょっとやっぱ体を動かして締めないとと思って、食事も気をつけながらちゃんと運動して引き締めるってことを意識したくて運動するようにしてます。なんかさっきの走ってるシーンの撮影でも、うん、なんかちょっとキックする動作みたいなのも、そうなんですよ、ランニングマシンもジムでその姿勢だったりとかフォームを教えていただいたりしてたので、なんかジムではちょっと傾斜をつけて走るんですけど、その状態をこう走ってこう動かないようにスーッて走る練習をしてたから、その平坦なランニングマシンでも顔全く動かさないで足めっちゃ速いみたいなので遊んでたら、すごいみんな笑ってくれてはい、ジムの成果が出ました。私も拝見しま大変なことばっかやってま す, 思ってます。楽しいんだろうってぜひ注目してみてください。毎日続けてるのはどれだけ眠くても湯船には浸かることと、あと最近パックは割と欠かさずちゃんとするようにしてます。なんかお肌が全然違う気がして、疲れた時こそしっかり休めてあげて栄養を入れてあげるっていうのを意識してます。日清 MCT オイルはいつもの食事にかけるだけ、本当に手軽で簡単に続けられる習慣です。体脂肪やウエストサイズにお悩みの方、ぜひお試しください。これやってもらうのはルームランナーみたいな。はい、はい、やりながら。じゃあまずはここだけありますので、はい、よろしくお願いします。お願いします、うん、こっち行きますもんね。はい、ジム来たみたい結構ゆっくりだ。このくらいのスピードで。はい、目線は、はい、ハンバー体勢でいきます。はい、はい、25です。はい、じゃあ回してください。わかりました。はい、行きます。はい、よーい。はい。気になる体脂肪に。はい、カット。カット。じゃあ止めまーす。まあこの速さはこのぐらいであれだな。一回若干速くしてみてもらおうか。いけます。全然いけます。多分まだ全然いけそうな感じがしてる。うん、今25でマックスが60なんです。で60はまあまあ今まで結構速いんで。うんうん、もうちょっと早い方がいいなって言ったらちょっと早い。はい、お願いします。ちょっとやってです。30になったら教えてください。30です。はい、じゃあ行きます。もうちょっと上げてもいいですか。35。そのままでいこうか。行きましょう。はい、じゃあ回してください。わかりました。本番。
気になる体脂肪に。ありがとう。前行っちゃう。割と余裕では。ジムで。60ってどれぐらいなんだろう。まあまあ、やってみる、はい。いいですか？あ、でも。あ、でも普通ですね。まあまあ。これが時計。はい、OK。はい、じゃあ小島さん衣装チェンジ。はい。ありがとうございます。行きますよ。よし。日清 MCT オイル。ありがとう。はい、プレイバック。あ、楽しそう。元気。はい、わかりました。じゃあやりましょう。お願いします。はい。だから毎日。かけちゃおう。はい、カット。良い気がする。じゃあ、いきますよ。日清オイリオの MCT オイル。はい、カット。ちっちゃい。はい。日清オイリオの MCT オイル。はい、ありがとう。はい、見ます。以上でムービーの撮影終了となります。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、カット。はい、下ろしてください。確認します。